1>, 1月の下旬から、世界各地で大雨と洪水の状況が大変なことになっているのですが、2月10日には、ブラジルのサンパウロを中心として、まさに記録的な集中豪雨が降り、サンパウロでは、1983年の大雨の記録を破り、観測史上最高の1日雨量となったと報じられています。2月10日のサンパウロで、半日で降った雨量は、 208ミリに達し、これは通常のサンパウロの2月の全ての雨量の96%に達するのだそうです。これは、ブラジルを通過した寒冷前線がもたらした大雨だそうですが、サンパウロにおいて、このような集中豪雨は基本的にないということもあり、インフラなどを含めて大混乱したようです。ブラジルの報道によれば、サンパウロでは、 2月10日の午後までに、154地点で洪水あるいは冠水が記録されました。世界の洪水の状況は、この2週間だけでも、大きな被害が出た洪水が起きた国として、タンザニア、イギリス、ニュージーランド、ルワンダ、インドネシア、マダガスカル、スペイン、サンパウロとは違う地域のブラジル、ペルー、モザンビークなどがあります。 そして、アフリカなどは、その洪水の後に、稲子が大発生しており、農作物の壊滅的な被害が予測されてもいるのです。どのような局面からも、2020年は厳しい時代になりそうです。